今回は再入院の報告動画です。今回の入院は前の入院から、貧血と言われる値の数値が、血液検査で一桁っていうのがずっと続いてしまったので、原因を調べて手術っていうことになりました。脊柱麻酔で内視鏡の手術をしました。手術室からベッドのまま、部屋に戻ってきて、起きたらもう部屋だったんですけど、左側がモニターです。で、今回は個室が取れなくって、4人部屋なので、こういう形で撮影しています。右手が点滴がつながっていて、足も機械がついていて、左手は先ほどのモニターに、つながっている状態。前日の夕方から、当日のお昼までは、食事抜きなんですが、手術当日の、夜ご飯からは食事が出ました。今回のその貧血について言うと、若い時からなので症状的に慣れてしまっていて、自分でも全然普通のことで気づかないっていうことがあったんですね。なので検診とかで貧血って言われていても全く気にしていなくて、病気にまさかつながる違う病気になると思っていなかったです。今日は退院当日です。今朝、取った食事はこちらです。貧血から今回病気が見つかって、やっぱり貧血で一番自分で思ったことは、爪が昔から薄くて、で何もしてないのに裂けてしまったりとかっていうこともあったし、線もすごく爪に入ってたりとかっていうのもありました。であとはすごく氷が好きで、氷をバリ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 噛んで飴のように食べてしまうっていうことも後から思うと、ああ症状だったのかなとは思います。はい、退院の準備が終わりました。荷物はこんな感じです。3日間にすると少し多め。今はお会計待ちです。今から帰ります。退院できて嬉しいです。これからまた療養生活ですが、頑張ります。チャンネル登録、高評価お願いいたします。